そう、あった広島にも。そう、お店にあったんですよ。やったー本当にいたよと思って。そう、いたんですよ。ちょっと2冊買ってくれた、ありがとう。これは本屋さんで買ってきました。そう、ウェブ版もあって、無料の方と有料の方両方あるんですよ。そちらにもあります。東京のコンビニもいた。やったちょっとコンビニ行って見かけたらニヤニヤしてしまいそうよ。やったー。今日はまず1冊買ったんですけど、また買いに行こうと思って、今日は1冊だけ買ってまた買いに行きます。なんかこれは自分じゃなくてママに買ってきてもらった。本屋は行ったんだけど、レジにはお母さんがいてくれました。バスの後ろに座ってるやつ、待って、開くね。なんかこれさ、これさ、綺麗に剥がせるかな。剥がせるよね。そういうシールだもんね。綺麗に剥がせますよってやつよ。ピリピリ見つけた、見つけたら瞬間、見つけた瞬間めっちゃ嬉しかったね。モカもめっちゃ嬉しかったし、ゼロ時に見てた、あの電子版の方で。嬉しい、嬉しい。いやん、バス停のって言ったらちょっとこれかな。見えちゃう、見えちゃう。そう、すごい。赤い服はめっちゃ夏、本当に暑かったんよ、すごい。そう、暑かったのよ。これなんか洗濯取り出してるものがいるそう、あと応募のやつもあるんよ、これ。ウェブの有料のやつか。そう、有料の自分のやつにもお気に入り写真めっちゃあった。私さ、そう、猫がねいたんですよ。メールで可愛い猫がいたって多分ちょっと前に送ってたんですけど、その猫もしっかり雑誌にいましたいたんですよ。私がめっちゃ追いかけてる写真があって、めっちゃ多分素に追いかけてる写真がなんかこれもう撮影されてる時じゃない気がする。わかんない、もうなんかめっちゃ猫追いかけてる時にカメラマンさんが不意に多分撮ってくれた写真の気がする。そうやけん、そう、なんかカメラ目線とかじゃなくてガチで本当に猫追いかけてるみたいなそう、コウコめっちゃいてくれたんよ。うん、そう。あと網で動物の森みたいな、なんか沖さんとあかりんさんを見つけ、あの捕まえてる網で。土曜日案内がし撮って撮って、ニコニコ笑顔でチュール泣いたそんな。いやー、でこの子に言ったっけ、なんかあのこの目の前に、ああるわ、目の前にあの海がありまして、釣りをいっぱいしてた方々がいて、その人がお魚をくれたんよ、この猫ちゃんにあげなって。それで、あ、この猫ちゃんは魚をゲットしました。そう、いつもね前髪ガチガチなももかさんなんですけど、
この日はあんま固めちゃダメって言われたので、あの自然の前髪ももかさんが裁かない、でも猫ちゃんあのガシガシハッってやってました。そう、メイクは多分ほぼしてないかな、多分なんかまつげも多分ほぼ上げてないので相当ナチュラルだと思います。すっぴんに近いと思う。それメイクはしてるけどすっぴんではないけどすっぴんに近い感じかな。そう、何日おき、ね、2日間かな、2日間行ってきました。ナチュラルメイクです。そう、そう、でも表情がね、そうなんよ、もうねあんまね撮影っていうよりはほんまに遊んだみたいなめっちゃ遊んだんですよ。その遊んでる顔がそう映ってるなって思った。一番そう自然に遊んでる顔かなって思う。遊んだ、さあ遊んだ、なんかせっかく来たんだからってなんか普通に行きたい場所とかも連れてってくれて、なんか2日目の撮影が結構早く終わったから、どこ行ったんだっけ、あのハンモックのカフェのとこと温泉に入って帰ってきましたとかアメリカンビレッジにちょっとだけど行ったりとか、もう楽しかった、めっちゃ。こんばんこんばん、先輩メンバーさんと楽しめて、めっちゃ楽しかった。四国メンバーだ沖さんは県人やけど四国メンバーで、水族館はねなんか空いてなかったんかしらね、何やったっけ、時間が間に合わなかったんやかな、でそう行こうってなったんだけどちょっと夕方だったから、ね、さっきねマネージャーさんが撮影してる風景撮ってくれた写真をくれたんですよ。やけんそれとかもメールでまた送れそうなので送っていきますね。ちょっと空港が、そう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 、沖縄行くのは2回目、1回目は修学旅行、中学生ので、2回目はこの今回の撮影なので送ります。またなんかさっきチラって見たけどめっちゃ笑顔だった、もうこんな笑顔だった、もう目が見えんレベルで笑ってる写真ばっかりで、そう、天ぷらめっちゃ美味しかった。そう、すんごい島に行ったんですけど猫がいっぱいいて、あのこの写ってる猫ちゃん以外にもいっぱい猫がいて赤のワンピースの時、赤のワンピースはね2日目の一番最後に撮ったやつかな、嬉しい、赤のワンピース赤、そう、めっちゃ夏って感じでした。泊まりで、そうそう泊まりで撮った、イリオンテヤマネコではなかったとは思うけど、猫ちゃん、猫島ですごい行きたかったんよ猫がいっぱいいる島に、だからめっちゃ嬉しかった。そう、2日目の朝に
ここを虫に刺されて、なんかあのこのさ緑の緑と、なんて言うんだっけこれ、緑の服着てる、黄緑みたいな服着てる時の眉間のを見たらちょっと赤いんですよ。だからこれではあんま分かんないけど、ウェブ版で見たらなんかちょっと眉間が赤いここなんかね、虫刺されしたんよね。そう、めっちゃ、しかも足もめっちゃ刺されたの。そう、蚊がいっぱいいて、ももちゃんで、ももだけ、もう昔からなんかめちゃ虫に刺される体質で、そう本当にね、そう、めっちゃ虫刺されするん2日目の朝に眉間のシワ噛まれたから、めっちゃもう虫に怒ったもん、うしって撮影の時に。パーカーも、そうだ、ウクレレ持って帰ってきたので、ちょっと明日でも披露しようかしら。ウクレレくれたんですよ。これには載ってないかな、ウクレレシーンは。でもウェブ、あ、あるわ、ウクレレ映ってる。ウクレレね、もらったんですよこれなんか持って帰るって聞いてくれて持って帰ってきたんですよ。だからちょっと明日、全然弾けないんですけど弾けないけど、あの持ってきます、配信のあっちの部屋にあるので明日。なんかずっとこのウクレレを持って永遠に3人でずっとジャンジャンジャンみたいな、全然わかんないからとにかく音を出すみたいなでもずっとなんかみんなでジャ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 みたいな感じで撮影してました。でも家帰ってからね、なんかあのちびまる子ちゃんの踊るポンポコリンはちょっとやってみたい。なんか めっちゃスローでしかできんかったけど、そう。これプレゼントが139名様に当たるので、ぜひ応募してみてね。チキと、あ、そう、チキとロケ土産、沖縄ロケ土産、なんか私 C さんのやつ選んだんよ。あとクオカード、ヤンマガのプロハミって身長150だった、あるよ僕身長151センチあるもんここ大事よ、ここ大事。人数すね、他のさメンバーのさ、すごいさ大人っぽいの。そう、このマイケルさんとイキリカと千穂さんとミナミさんのすんごい大人でめっちゃ綺麗だし、最後の端末のページもめっちゃカラフルで可愛い。私このクッション持ってる気がする、一緒のやつかなこのマカロンのさ、あのさクッション、私なんかトナっぽくてびっくりしたね。なんかそれぞれのさ撮影にいろいろが、ママたちのは夏っぽい感じではっちゃけてる感じで、そう、そう、洗濯機の上乗れたよ大人っぽかったり、めっちゃカラフルだったり、スタイルね、めっちゃみんな足綺麗、本当にすごい。テーマが、そう、テーマがそれぞれあって可愛い、本当に。
夢が叶ったら本当よ一生一生飾っとくよ。ジョーさんが洗濯機の演奏ってカップラーメン、え、そうそうそう、その写真を前見たんよ。千穂さんが洗濯機の上で前髪上げてるやつ、すごいすごい可愛くて、それで私座りたいなって思ったことがある気がする。そう思ったんよ。いいね、こんな大人なコンセプトもいいね。いつか似合う人になりたいな。こんばんは、こんばんは。1ページのおーちゃん、え、ちょこんってさ、とれつ真ん中でえへみたいな顔してるやつか。ゆきりかめちゃ大人っぽい、スタイルもめっちゃいいし。沖縄そば食べない、確かに美脚だね。15年後、15年後はもう完全な大人。何歳だ私15年後何歳、もうそれで大人じゃなくてやばいよ逆に。15年後、将来大人っぽいグラビアの楽しくも楽しみして決め顔してるかもしれない。今19歳ですよ、なので34歳34歳で大人じゃなかったらもうやばいほんまに絶対大人よ いい写真ね、嬉しい、本当にありがとうね。改めまして皆様、本当にぜひ山賀ウェブさんの方も見てください。34歳のももかさんはね、そうですね、なんか想像つかないです。ももかもアップの回数いった嬉しい。そう、あの赤のワンピースのアップとかも有料版の方にあったりして、そう、山賀ウェブさんの方にも猫ちゃんいたえ、そうそう、アサンカットの、そう、そう、あのね、こう写真を撮ってるみたいなところがあるんですけど、あの携帯私のなんですよ。だからリセモモカの携帯も山賀さんに出演させてもらいました。そう、これあるんですよ、僕はモモカの採用されたなんかこれはあの本当に普通にオフショットとして、あの木さんとあかりんさんと一緒に写真を撮ってたんですよ。そう、そしたら「そのそれいいね、そのままでいて」って言われてそう、だからこの手は私ですね、私の手で。そう、ここにほくろがある。そうで、この写真ね、普通にあの送ったんですよオフショットとしてメールで送ったんですよ、この間、昨日だっけ。そう、嬉しい、採用されてた。チキ写ってて桃花さんのスマホだった裏面、うん、携帯の裏面にひなさんのチェキとモモンガのシールを貼っててそう、そうなんや。大阪の個別撮影会のポテチ、ポテチ、あそこポテチね、ポテチあったらやりたいのこと
ひよこちゃんになった、ひよこちゃんに。そう、アイスは何味だったっけ、バニラ食べました。そう、パーカーだけ1日目に取りました。あとは2日目。そう、チップスタイル、え、そうなの？楽しかった。ゴーヤーチャンプルとか。マリリン・モンローのはね、そういえばしたね。マリリン・モンローのはね。チャ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 。こんばんこんばんは。ちょっともう一回山賀ビブさんの方も見直そう。本屋さんでおーちゃんがレジ持ってて気づいてもらえ気づいてもらえるかしら。ゴーヤ食べれたよ。表紙あかりんさんがおーちゃん潰さないで頑張ってて結構じゃあ体勢が大変なまま頑張ってくれてたのか。コーチなかったんか、明日か。山川先生ありがとう、本当にたくさんみんな結構夜中から0時超えてみんな見てくれててありがとう。ぜひゲットしてくださいマリリモモ、マリリモモになってます。まだ見てない、お見てね。お仕事をまた明日の朝見よう。いいね。じゃあ、あ、なんかここにもちょろっといるんだ。ここにいる、気づかなかった、ここにいた。あ、後ろこれ、ここにいるんだね。スミダイエットのやつ見てたらここにいた、チラッているんですね、表紙のやつが。ねえいたって感じ。このなんだなんだっけ、この天ぷらめっちゃ美味しかったな。なんかイカの天ぷら食べたんですけどめっちゃ美味しかった。朝嬉しくなってコンビニの写真撮っちゃいました。嬉しい、ありがとう、本当に嬉しい。もずくの天ぷらはあったけど、あのイカさんを取ってしまいましたイカさんが好き、ありがとうみんな。ヤマガメ部の方もちゃんスマホ、うん、そうそう、そっちの画面、そう、仕事帰りに買ったけど仕事中に買おうか迷いましたありがとう、これからもグラビア続けてほしい、ありがとう。もずくの天ぷら食べてよかった、近所の方に出すとしたら食べなかった。ありがとうね、ゲットしてくれて。そう、ウェブの方は結構アップがたくさんあって、ぜひ無料版もあるので見てみてください。
むちゃんこんなに喜んで本当にもう本当に喜んでる、ずっとずっと喜んでる、ありがとう。今日あると思わなかったね。もうかも広島ちょっとまだ明日とか明後日しかないと思ったんですけど、ありました。そう、本当に皆さんのおかげなんよ、ありがとう、感謝です、本当にありがとね。いっぱい見てくれてたから、有料版もちろん見てます、ありがとうこう1年前くらいか、そうね、結構長い期間だったから、そうそう、まだ延長が続いて、そうだよね、さっきも3年見るってやっぱりね、続いてる方もいるよね、まだ、ありがとう。もーちゃんはそう、初めの方だったんですよ、3番目とかかなだったので、結構本には長くないありがとう、こんなにもーちゃんが来た来たが見えるなって、ありがとう、いやいやいや、ありがとうだよ、ほんとね、長いイベントだったんですけど、ありがとうございます、たくさん。明日職場にまた帰ります、やった嬉しい。そう、今までの雑誌で一番表情だと思った多分今までの雑誌の中で一番撮影感がなくて、本当に素に遊んでるところを撮ってもらったみたいな感じだったからもうガチ本当にね、あの楽しんでる姿だと思います。本誌出たから固定つい写真を書いて、ありがとう、みよう、ももが好き、ももが好き、バスストップ、そう、あった、スノー、そうスノーモちゃんスノモモすぎて一個も大人っぽい表情ないよ全部ニッコニッコしてるからさ、全部ももって感じ。なんかいつもの撮影だと結構たまにみたいな顔もするんですけど、もう今回の山口さんはっていうのでいっぱい埋め尽くされてるそう、楽しい撮影でした。スモモちゃん、スモモです、スモモ憂いの顔はないです、もう全部楽しんでるから。そう、ほんとご褒美、ご褒美企画だった、自然な、そう、スモモでも分かったよ、ありがとう、届いてないけど楽しみ、ありがとうね。この雑誌の時はそう、でもは結構ね、でもカメラ目線が多かったです、撮影が今まで多かったけど、今回はねあんまり少なかったかも、そういうの。サイン入りを着物し、ぜひぜひ、物収穫してきたクラスが、あ、ありがとう、ありがとう、かりんさんや、あきさんもいい表情ね、みんなすごいね、自然な表情だよね、本当に。あ、しかも海さ、本当に海がめっちゃ、あのこの11月に行ったけど
寒くなくて全然、なんなら本当に泳いでも寒くないレベルで気温があったかかったので、なんかここまで足まで入ってるからもう普通に泳ぎたかった泳ぎたかったもん本当に。こんばんこんばんは。3人以外の他のメンバーは撮影日は、うわ違う、全然撮影日も場所も違うかな。そう、海めっちゃ綺麗で魚が見えたよ。捕まえれんかったけど。そう、めっちゃ泳ぎたかった。なんかカメラマンさんも泳げたらいいのにねって言ってて、泳ぎたかった水着は持っててないです全然。だって11月だよ。その普通に広島とか寒いけさ、なんか泳ぐっていうのが頭になかったなかったし、そう海足でも寒いかなと思ったけど全然あったかかったです。うん、魚もね釣りたかった。絶対こんな綺麗な海の魚ちゃん絶対しいいね。遊泳禁止、そう遊泳禁止でした。25度ぐらいあった気がする。結構暖かく、暑かったって。もももう普通に夏服だもんねこれ、みんな3人そう、泳いでる人はいなかったかな。11月でそんな、めっちゃ暖かかった。沖縄素晴らしいね。沖縄の人は海泳がない。なんでだろう、綺麗なのに。楽しかった。雪が降って、あそうなんだ、普段降らない。沖縄の海は3月か10月。そうなの。11月でも全然泳げそうだった。なんかその日があったかかったんかな、たまたま行った日が。ももちゃんってコンバース好きな？コンバース好きだよ。でもこの撮影の靴は用意してもらった靴。誰から？ももは妹に。いやなんかね、ヤンマガウェブを見た時に、そうオーカーすごい妹感が半端なくて、そう。そんなすごいそれを感じた自分でも。三姉妹、そう確かに三姉妹っぽく私も見えて、撮影中ってやつだな。でもあかりんさんとおきさんは普段からすごいいっぱい話しかけてくれる先輩とだから、何話してたんだ、なんかちいかわ語を話してたことばっか出てくる。でもなんか全然自然に、もう本当にとっても優しいから、そう自然に話してた。末っ子感がねめっちゃあるよね。ウェブの、そう沖さんがあのあんしてくれてる写真もあるんでしょ、アイスを。その時の顔とかも本当にはーいそんな顔してた。本当にメイクもさ、ほぼさすっぴんに近いから、なんか顔も余計幼いし笑ってくる。そうすごい、なんかもう本当に楽しい空間の撮影だった。チェリー食べてる。あ、そうそうそう、アイスの上にチェリーがある。桃が好き、桃が好き。
楽しかった。ずっと笑ってた。だからスタッフさんもめっちゃ温かくて、みんな優しくて、なんか撮影終わった後に全員で集合写真とかも撮って、海の前でそう、まだ見てない分ハードルがやばいやばい上がってる見てね、修学旅行見て、そうね、すごい暖かい空間で、ね、楽しかった。もうみんな優しすぎて、もうずっとニッコニッコだった。撮ったのは11月。そう、ちょっとおもちゃん髪押しありがとう。それでなお笑顔、うん、なお笑顔、うん、結果出てから結構撮影すぐ、そうだね、結構すぐ行ったね。仕事、今仕事終わり、朝買ったけどコンビニでもう一冊こう、ありがとう優しくて楽しかったの、写真撮った本当もうめっちゃ楽しかったん、イエーイって感じだった。そう、写真だけ見ると11月と、本当よ、1月発売だけどさ、めっちゃ夏感あるよね最初のやけん、なんか私すごい夏感、夏の写真みたいな感じだから、発売日がもうちょっと暖かくなってからなのかなって思ってたんだけど、1月だった早かったそう、そして見ると涙出たね、ありがとう、ごめんよ。そう、冬を忘れさせてくれた、本当発売日、いやでもなんか撮影の時に1月っていうか結構近いって、そう、楽しかったね、暖かさ感じるよね元々は多分1月発売予定だね。そう、早くなったとかではなくて、そうリゾート着物だそう、なんか衣装もね、ももって感じなんよ、からなんか毎衣装をフィッティングしてきた後にこう店に行くんだけど、みんなにというかスタッフさんとかに来た時に、なんか完全になんかもう本当にね、なんだろう、もう絶対18歳には思われてないと思う。もうなんかもっと下の子に思われてそう、みんなの反応がそうそんだけ、これ撮影した時18歳だったんですけど、多分そう18歳には思われてなかったそう、そう撮影した時は18歳なんですよ。3人がもう天の上にいる後ろ姿です。めっちゃいいよねそれ、私も好き。決まって約2ヶ月撮影、約2ヶ月で発売だから予定通り、うん予定通りだと思う。洗濯機の上に乗ってるの普通に小学生低学年歌学年だった洗濯機の上、うん、
オーバーオール似合ってた？そう、オーバーオールでした。それ基本雑誌の撮影の時は大人っぽい衣装をもらうは着たことない。そう。てか、あと二十歳になる頃にはきっと大人の衣装も似合うはず。父が入った時13歳ぐらいと思ったの？ 15 歳だよ入った時は。乗れるのがすごい。確かに。でもちょっと怖かったけどね、壊れないかなと思って。すごい楽しかった。うん、黒のワンピとか着たことないの。自分で大人っぽいが自分で。そう、うん、15歳の時に比べたらそうね、さすがにちょっとは変わってると思うけど。いつか絶対大人になるから、もう気長に。先生、今の自分はね、気に入っております。ももちゃんに似てるなって思う他のグループ、小学生だ。似てたの？気になる。どの子だろう。パーカーそう似合ってる。本当嬉しい。ももちゃんが大人なの。そう、一応大人だよ一応ね。でもあれよね、雰囲気が全然大人じゃないからね。あ、全然こうあれよ。でも今は逆にこうゆっくりゆっくりでいいかなと思って。そう、なんか逆に今は19歳になってもうもっともう大人の期間の方が長くなるじゃん。だから逆にちょっと子供の期間を増やしたいって思ってるけど、そう、もう法律上では全然大人私全然大人。そうだよ、これからずっと大人だよ。わあ、虫取り飴を振る時代も。そうね、小学生と。大人期間そう長いからさ、子供期間が短いから、子供期間を増やしたいよね。そう、大人には自然となってしまうけど子供には戻れんからね。戻れないから、ちょっとあと10代を大切に。名字はリッセンって読みます。もちゃんは一人旅必要になるかな。来ていけるかな一人で。体はその心はね、すごい本当に今心子供本当に。こんばんは、こんばんは。中身は簡単に大人にならないか。いやもういい、そうだよ、心はいつだってねいいんだよ子供で。そう、にゃん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 。ほうちゃん大人になったら挑戦したいこと、なんだろう。大人になったら挑戦したいこと、大人になったら挑戦したいこと、
免許の写真の写真を盛る。もう撮れるけど。うん、なんだろうな、大人になって挑戦したいことか。うーん、盛ることが、そうだよ、大事だよ。そう、18歳はで成人ではあるんですけど、お酒とかは二十歳からですね。ちょっと大学に行くって未来、全然かまだ分かんないんですけど、すぐに大学行くってことは今はないので、今っていうかすぐ4月から大学に入るっていうわけじゃないので、一応勉強しながら一回ゆっくりしたいことを考えますっていう期間があります。勉強してないんでね。そう、全然。ゴールド免許だと5年に一度頑張ってもらう。ほんとやん。5年って相当顔変わるよね。こんばんは。韓国語とかし、教えて教えて。あ、船の免許取りたく、教えてくれる。社員表写真、10年前の写真、え、変わらないのか。そうなのか。特に今から5年後のおもちゃまた違う魅力です。さすがに5年後はもう大人やろね。5年後は何歳だ。24歳です。社員証の写真で撮り直してくれないの。じゃあそれもじゃあ頑張ってもらんといかんのか。25超えたか。25超えたら変わらんか。そう、アーシャは1年だから、マイナンバーカード。もちゃん大学行ってないです。そう、ももさん、そう、ももさんになってる。こんばんは。次は盛りたい。盛ろう写真。もうニコってニコニコって。こんばんは、こんばんは。私学校、高校の3年間の写真全然なんか変わんなくて、普通だったら1年に1回変わるはずなのにさ。そう、3年間変わらなくて、本当に毎回学生証出すのが嫌だった。もうってなった、嫌だ。高校1年生なんてまだ全然垢抜けてないからさ、ちょっとさ、あれだよね、撮り直してほしかった。どんな写真。別になんかないやろな。すんごい嫌ってわけではないけど、全然漏れてはなくて。そう、ちょっと顔もだいぶ幼いし、高一ですっぴんらしいみたいな。
3年間マスク、そうね、結構3年間マスクメイク上手。そう、 ST 入った時はもう本当にメイク分かんなかったから、めっちゃなんかあの最初の方の僕隊の公演とかほぼなんかすっぴん状態で出てるんですよ。全然分かんなくって、本当にペーキーレの中に会員証入れてピッとするたびおもちゃやった。嬉しい。もういっぱいピッピしてまつげが上がって、そう、まつげが上がってない。メイク独学ですね。そうね、独学。1月5日にライブハウスお見かけしました。ありがとう。セット手帳の写真は気に入ってないの法則ね、難しい。でもあれ、卒業アルバムは結構満足いってる。頑張ったと思う何を頑張ったか分かんないけど頑張ったと思う前髪とかも頑張った。だからなんか同じクラスの子に前髪が綺麗だねって褒めてもらった。ももちゃんお披露目の日見えたことでしょ、ありがとう。めっちゃガチガチ緊張だったでしょそれは。私明日のライブ、そう、明日のライブ出たかったんだけどいないのそういないんですよ。集合写真見ると一緒に、うん、最後の日は撮れた。ベストコンディション頑張った。でもなんかももの学校結構なんかなんやろうな、なんかめっちゃ綺麗に撮ってくれてた気がする。なんかカメラが、カメラっていうカメラなんかわかんないけどめっちゃ綺麗だった。なんか中学生の頃結構あれよ、ちょっと暗めっぽかったんですけど、画像の、そう、でも高校の卒アルは結構明るめに撮ってくれてて、めっちゃ中学生の時の卒アルは肌感がすごい、肌ーってそう、今週は久々に四国で見る。おお、待ってます。今日四国のレッスンしたから待ってるよ。四国行こうかずっと悩んでる。これそうやったら無理せずやけど、会えそうやったら会いたい。今のスーツあるとどんな感じ。普通よ、変わってないと思うけど、でもどうなんだろう、画質はやっぱ良くなってるのかな。でも学校によって結構違うよね。四国メンバー久しぶり、四国は久しぶりかな。そう、18日楽しみ。うん、ありがとう。次の四国はさ、またあると思うけど何も言われてないけど多分あると思う。
アルバムのイベントのページとか写ってるとか。でも修学旅行のページと、なんだっけ、文化祭のページにはいないくて、どこにいたかな、あれかな、運動会、最後の運動会だけいたかもしれない。アップとかはないけど、普通に集合写真とかで写ってた気がする。あとなんかクラスのみんなでそれぞれなんか個人的に3人とかで撮る写真あるじゃないですか。それの時にクラスの3人一緒にいてくれた子たちが撮ったんですよ。その写真を提出して載ってました。オフショット的なやつ。できただけあったしね。公演とかももっと出たい。お弁当組、そう、お弁当組桃が好き。帰りが帰れない。それは大変だ、大変だ。去年はまだ JK だった。そうだね、去年は JK だった。もうでも JK じゃなくなってだいぶ経った。なくなった。今何分だい？あ、ありがとう。そろそろ読みましょうかね。オレンジホールね、立ちたかった本当に。てかコーチでもう一回何かしたいなって本当に思う。キャラ弁すごくね、キャラ弁めっちゃ美味しかった。友達が作ってくれたキャラ弁。1年前22時まで、そうだよ、1年前は22時までしか配信できなかった。公演数が少ないからこういう時じゃね、なんかちょっといっぱいみんなと会えるイベントがあることを私は祈ってる本当に。じゃあそろそろ読みますね。フッチーさんあたありがとう。現場監督さんあたありがとう。ドラゴンさんあたありがとう。ユウさんだるまありがとう。まこちゃんあたありがとう。危ない。ケイジさんあたありがとう。ひびきくんあたありがとう。こいしてかぶさんだるまありがとう。まぼろしさん星ありがとう。たかきさん星ありがとう。TXさん結婚してありがとう。たさん服ありがとう。カズさん、だるま、ありがとう。モッチーさん、ありがとう。福ちゃん、かわいい、ありがとう。トシさん、だるま、ありがとう。タツさん、花束、ありがとう。マー君さん、結婚して、ありがとう。ユウさん、だるま、ありがとう。アスコさん、ありがとう。マピアノピーさん、ありがとう。シートテさん、ありがとう。テルさん、バラ、ありがとう。タカノーさん、おしゃ、ありがとう。では、ランキング読むね。ね、コーチ行けるように頑張りたい。10歳の幻さんありがとう。12の高木さんありがとう。改めて山形表紙グラビアおめでとう。とても可愛いよ、ありがとう。ありがとうね。11の福ちゃんありがとう。山形おめでとう。よかった、とてもよかったよ、おめでとう、ありがとう。ありがとうね。次のドラガンさんありがとう。街中におもちゃん入れて嬉しかったよ、幸せ。もうかも嬉しかった、ありがとう、ありがとう。9位の39青い鳥さんありがとう。8のユウさんありがとう。ヤンマガのもちゃんキラキラ素敵でした、ありがとう。また見てね。7のタツさんありがとう。グラビア見てない、泣いたの初めて、でも最高可愛かった、見てくれてありがとう。6位のピノさんありがとう。ヤンマガももちゃん最高かよ、ありがとう。5位のタンさんありがとう。ヤンマガめっちゃ良かった、収録も確認できました。ついにですね、あったかな、ありがとう。ゆいのとしさんありがとう。ヤンマがニコニコモコが可愛かったからニコニコ撮りたい、もうニコニコするからいっぱい撮ってね。ありがとう。
3位の高木さん、ありがとう。2位の TX さん、ありがとう。1位の百之助さん、ありがとう。ヤンマがカホにします。自然の笑顔が大好きです。ありがとう、いっぱい見てね。ありがとう、ありがとうございました。今日もからお風呂に頑張って入ってきます。ヤンマがケースおめでとう、ありがとう、ありがとうございました今日も。本当にありがとね。おやすみなさい、バイバイ、また明日ね。バイバイ、ありがとうございました。ありがとね、おやもも。